はい、ガツオチャンネルです。耳コピカラオケメイキングってことでね、洋楽シリーズ第5弾、今日はプロコルハルムの青い影という曲のカラオケを作ってみました。この曲はですね、1967年イギリスのロックバンドプロコルハルムというバンドのデビュー曲なんですけれども、超名曲ということでですね、どれぐらい名曲かというとですね、例えて分かりやすく例えますと、ジョン・レノン、もう説明のいらないビートルズのジョン・レノンが、ね、こう言ってるっていうね、いいですか、人生でベスト3に入る曲だと、今の音楽業界でこの曲以外は聴く価値がない、ここまで言わしめているというね、当時それぐらいの名曲だったんですね。日本で例えると分かりやすいのがね、ユーミンさんなんですけど、ユーミンはですね、この曲をきっかけに音楽を自作するようになったっていうくらいね、もう多大な、いろんな人に多大な影響を与えたというね、名曲なんですけれども、ちょっとこの曲のね、歌詞についてちょっと語らせていただいていいですか。ちょっと衝撃的だったので、僕この「青い影」というね、タイトルから、なんかこうなんだろうな、青春とまではいかないまでも、そういうなんかこう爽やかな、でまたちょっとなんか哲学的な意味合いも含んでるんかなみたいなラブソングだとずっと思ってたんですけれども、それがですね、そのまあラブソングと大きく言えばラブソングなんですけど、まあ失恋の歌というか、失恋するかもな、もうダメだろうなみたいな、破局というか別れというか、そういうね、マイナスな感じのね、歌詞なんですよ。それもね、結構インパクトがある表現なんですけれども、ザクッとね話します。このちょっと物語的になってるんですけども、男女2人のカップルですね。その若くもないけれども、そんな年も取ってない、どうだろう、30前後ぐらいでしょうかね。僕、これは勝手な僕の印象ですけれども、その2人がですね、とある戦場パーティーに行きましたとさっていう、ね、話なんですけど、そこで飲めや踊れのね、どんちゃん騒ぎみたいなパーティーをやっててですね、でそれでもうその最初はそういうなんか楽しそうな描写から始まるんですよ。でなんか楽しそうだなっていう雰囲気なんですけれども、その主人公の彼がですね、ちょっと調子に乗っていっぱい飲みすぎて酔っ払っちゃったんですね。でかねてから自分の彼女が浮気してるんじゃないかってね、なんか気になってたみたいなんですね。で酔っ払ってちょっと気が大きくなってきちゃったんで、ちょっと鎌かけてみようとか、探りを入れてみようみたいな感じで、ちょっとイギリスの方では有名なんでしょうけど、その浮気をね、匂わせるような例え話を彼女にしたんですよ。その例え話っていうのが、カンタベリー物語の中に入っている、粉屋の話っていうやつです。粉屋がどうのって歌詞に出てきているので、多分その話なんだろうなっていうことなんですけれども、ちょっと調べてみました。このカンタベリー物語っていうね、これ読んでいただければわかるんですけど、まあこの読んでいただいた通りなんですけれども、でまあその中のその要はその粉屋が語った粉屋の話っていうのが引き合いに出されてるんですよ。自分の妻を若い男に寝取られてしまった粉屋の話。でもう、まあ、ドロドロしてる話なんでしょうね。だからその粉屋の話うんぬんくんぬんっていうだけで、イギリスの人はあって何を言ってるんだろう、何を言いたいんだろうっていうのが分かるんですよね。で言われた彼女はね、最初は血の気を失ってね、それからみるみる青白くなっていったってね、この青白くなっていったっていうところが Turned a whiter shade of pale っていうね、A whiter shade of pale っていうタイトルになってるんですよ。なので青い影ってちょっと違いますよね。なんか蒼白になったとか青白くなっていったっていう意味合いが、青い影からは全く連想できないんで、なんでこんな放題ついてるんだろうと思って疑問なんですけれどもね。それを言われた彼女の返し台詞というか、言われた彼女が何て言ったかっていうね、そのセリフが歌詞に出てるんですよ。その歌詞がですね、理由はないわ、
真実は見ての通りよ。っていう答えなんですよ、彼女の。これショックですよね。その彼としては、ちょっとうろたえるとかね、彼女が。ちょっとごまかすとか、何を言ってるのって逆に怒り出すとか、とにかくそういう否定的なね、答えを多分、望んでいたでしょう。それがね、全肯定ですよ。ね。だって、それもですよ。理由はないわ。見ての通りよっていう、なんか身も蓋もない言われ方をしちゃったわけですよね、彼は。彼は、その後の歌詞の中に、なんて答えていいかわからなくなったと。僕は目を開けていたけれども、何も見ていなかったのかもしれないっていうね。もうなんかこう自問自答して終わっていくっていう、なんかもうこの後絶対にもう破局を迎えただろうなっていう、そういうのに酔わせる後味の悪いというか、そういう歌詞なんですよね。ちょっとこれをね、知って僕はびっくりしたんですけれども、でもそれも当時は歌詞としては衝撃的だったのかもしれないですよね。なのでそのジョン・レノンとかね、ユーミンとか、いろんな人がこんなに影響を受けて、それも歌詞も含めてのことだと思うので、もうそういうことだったんだろうなっていう、ちょっとびっくりしたね、話なので、ちょっと横道それましたけれども、語らせていただきました。で、本題に戻ろうと思います。今日はですね、この超名曲の2番、2番のサビからイントロに戻っていくところ、そこの、耳コピカラオケメイキングというのをね、独自解説して進めていきたいと思います。はい。で、カラオケ作りっていうのはですね、どんな楽器が使われているかというのを聞き分けて、それぞれがどのように演奏されているかというところを耳コピして再現していくわけなんですけれど、まず全体像ですね。全体像をイメージしていただくために、カンパケ、これは依頼者の方に納品する完成品ですね。完成パッケージっていうんですけど、まずカンパケをお聞きいただいて全体像を捉えていただきたいと思います。ではどうぞ。で、次はどんな楽器が使われていたかという聞き分けですけれどもね、この曲はさすが1967年ということもあって非常にシンプルです。構成が非常にシンプル。今みたいにいろんなシンセの音とかがわーって重なって入ってないですね。とてもそういう意味では聞き分けやすいという。で、曲の土台からだんだんどういうものが積み重なっていくかっていう、そういう順番で一つずつ上げていきたいと思うんですけれども、まず曲を支えるのはリズム隊なので、リズムセクションって言われるんですけどね、まず何があったかというと、ドラムがありましたよね。ドラムが8ビートですよっていう役割ですよね。それだけじゃないですけど。ほんで、次はノリとか、そういうこういうグッグッグッってグルーブという、そういうのを作るののまず第一人者というかベースがありましたね。で、あとはコード楽器というかこの曲のコード進行とか、この曲はこういう曲ですよ、こういう風に進んでるんですよみたいなね、そこを表現している役割のパートとしてですね、この曲に入ってるのはあと2つしかないです。1つはオルガンで、これはもうメロディー楽器というか装飾みたいなものを兼ねてるんですけれども、で、あとは、よく聞くとギターが入ってますね。ウィーンみたいなギターではないんですけれども、リズムも抑え、コードも抑え、控えめになんかこういろいろ味付けもしてるっていう、もうその4つ
楽器としてはもう4つだけで構成されているというね、とてもシンプルな曲で、分かりやすいと思います。はい、それで、構成する楽器が、分かったところで、ここが耳コピの一番難しいところなんですけれども、一生懸命ですね、今のは何、どうやってんだ、ってね、こう耳をダンボのようにしてね、聞きながらね、コピーして進めていくんですけど、まずドラムですね。ドラムはどんな感じかっていうのを一生懸命耳コピーして、再現したのをちょっとお聞きいただくんですけれども、これも1967年ということでですね、とんと生音に近い、ほぼほぼ生音をね、こうあのこうあの皆さんがよく見かけるようなマイクでこうバーンと撮ってるみたいな、実際はバスドラムにマイク1個。で、スネアドラムにマイク1個、シンバルとかにマイク1個みたいな感じでレコーディングはしたんだとは思いますけれども、今のレコーディング技術と比べるとですね、本当にこうバーンと撮ってある、そのわざとかなんか知らないけど、その残響音とかも含んでですね、もう生々しい、もうとにかくこの生々しい感じを、コピーしてシンセに打ち込んで作っていくんですけれども、その感じを出すのというのも、これはまたね、難しいんですけれども、まあ一生懸命ね、テクニック、まあテクニックっていうほどね、大層なもんじゃないんですけれども、一生懸命考えながら、コピーして作った、まずドラムというのがこういう感じになりました。聞いてください。で、次はベースですけれど、ベースはもうシンプルですね。至ってシンプルにルート音を弾いていくと、ね。この曲はこういうふうに進んでいくんだよって。ドラム隊と、ドラムではリズム隊と、コード隊、メロディ隊の間を取り持つ役は私が引き受けますよっていうね、感じですね。はい、こんな感じです。次がオルガンなんですけれども、このオルガンがこの曲の、メインというかね、もう全てをこう雰囲気からイメージから何から、全てをこうオルガンで担っているぞという曲なんですよ。僕は別にピアノ弾きでも何でもないんで、これ一人の人が一回で弾いてるのか、何回か重ねて弾いてるのか、何人いるのかとかよく分かりませんでしたけれども、まあとにかく聞こえる音を分析して、コピーして、こういう感じだってやるんですけれどもね、このイントロのオルガンのフレーズっていうのが超有名でしてね、バッハのですね、管弦楽組曲第3番 G 線上のアリアね、これを引用したとされるね、まあモチーフにしたというか、人線上のアリアってなんか聞いたことあるなっていうね、感じなんですけれども、これも皆さんね、聞けば必ず、ああ、それね、ああ、知ってる知ってる、聞いたことあるよっていう、超有名なフレーズなんですけれども、じゃあちょっと弾いてみますね。聞かれたことありますよね。でも本当これとに似てるなーで、だからなんか親近感があるのかなーっていうね、感じなんですけれども、という感じの、
オルガンを耳コピーしたのがこちらです。ギターなんですけれども、よく聞くとですね、後ろの方で控えめにね、ちょっとコードをちょろんちょろんちょろんって流してるなっていう感じなんですけれど、こうサビ終わり、この曲のタイトルになってるんですよね、ホワイト、シェードフェイルっていうところで、初めてちょっと前に出てきて、なんかちょこちょこっとやってアクセントつけてる、ギターもやってるよっていう、ちょっと存在感を出してるっていうね、ところを含まれてる、そこを耳コピして、作ったのがこれです。これで全て の楽器のね、再現が終了したということで、あと音量バランスとか、まあいろんなバランス、まあいろんなことをして、カラオケが完成するわけです。はい。でこのメイキングを聞いていただいた上で、これを踏まえてもう一度カンパケを聞いていただきたいなと思うんですけれども、漠然と聴いていた曲もですね、どのように構成されているかということをね、知ると聞こえ方もまたちょっと違ってくるんじゃないかなと思いますので、もう一度聴いてみてください。いかがでした？最初に聞かれた時よりもなんかちょっと身近に感じていただけたんじゃないかなと思いますけれども、こんな風にですね、まあ、いろんなカラオケオリジナル曲とかね、メイキングをこれからも上げていきたいと思いますので、まだお時間の許す限りお付き合いいただけましたら嬉しいです。どうもカツオチャンネルでした。